こんばんは、春風涼しでございます。ということでですね、今回はね、プレゼンテーションをかっちょよくをテーマにやってみたいかと思います。ですね、僕使ってるのはローランドの V1HD プラスなんですけども、まあ、それをね駆使すると、まあ、結構おしゃれなプレゼンテーションの、収録っていうのができるので、ちょいとまあその解説をしようかなということでございます。でドーンっていうと、まあよくねプレゼンテーションっていうと、まあ後ろにパワーポイントの絵があって、で手前に喋る人がいて、それを重ねてっていうことが多いですよね。でなので、まあまあ喋り手がメインの時はこう真ん中に置いてね、もちろん後ろの背景をまあまあ何がねかっこいいものにしておいてもいいし、プレゼンバックでもいいんだけれども、この場合後ろは読めないんでね、人が主役で、まあ、これパターン1、いくつかね、VIHD プラスに、シーンをね覚えさせておく。でそのシーンの種類を、まあ、適切に用意するとかっこよくなりますよと。なのでパターン1はこの人が真ん中、プレゼンバック、ね、で次のパターン、これ、プレゼンが主役で人が、まあ、ちっちゃく、やっぱりね、プレゼン資料の質によっては人の顔が出てる方が飽きないということがまあ多いので、まあ、弊社もね、年間何本もこうプレゼンテーションの収録とやってますけれども、まあ、人の顔が出てる方が、伝わりやすいですな。で人の顔を出すパターンはこの全画面のパワーポイントの中にピクチャーインピクチャーをキーで抜いて、わかりますよね、後ろグリーンバックで撮ってますからキーで抜いて、はめ込んでるよっていうのがまず一つなので、これピクチャーインピクチャーなのでこうやって位置は変えられますよね。それから大きさもねこう変えられますね。でもう一つのパターンがこちらで、ドン、これいいでしょ。プレゼンは全画面になってるんだけど、ちょいとキュッキュッキュッとちっちゃくして、で人は先ほどの P in P のまんまになっています。なのでこれ P in P とこの、これ P、 僕ね P in P なんで動きますよね、これね、これね、こんなふうになってます。じゃあこのね、パソコン画面がちょっとキュッとちっちゃくなってる、パソコン画面もピクチャーインピクチャーしてんのって思うかもしれないですけど、実は V1HD プラスはですね、大きさと位置をギュギュギュって変えられるのが2箇所あるんです。知ってた？2箇所あるんです。一つはこのピクチャーインピクチャーで、自由な位置にギュ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 ってずらすことができます。もう一つは入力の4番、HDMI の4番は、スケーラーという機能がついていて、パソコンでもカメラでも何でもいいんですけど、つないだものをどのくらいの大きさでどの位置に表示するかっていうのを調整できるんですよ。でピクチャーインピクチャーの場合はこの本体についてるノブをこうやって触ると自由自在にこうやって動かせるから、まあ楽ちんなんですけどね、こういうふうにね、なんだけど、このスケーラーはねメニューでギュ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 調整しなくちゃいけないんで、本番でライブ中にやることはちょっと難しいと思います。なので本番前に、作ってメモリーに覚えさせちゃう、うん、作った場、画面作ってメモリーのところを長押しすればそれで覚えてくれるんでね。なんで、先ほどのこの画面からこの画面はメモリーボタンピッポピッポ押すだけで変わるので、これもいいでしょ。なんていうの、人と絵が重ならないので、読みやすいじゃないですか。でこの大きさの割合は最初にもっとじゃあ人をちっちゃくして、パソコンを大きく、今リアルタイムではできないけどね、設定することができますよ。これなかなかかっこいい機能ですね。それからまあまあ、当たり前なんですけどね、こういう全画面表示、うん、これはもちろんあった方がいいよね。だから今4つ、基本は人が主役の A パターンでしょ、それから、人がピクチャーインピクチャーで全画面の中に乗っかっちゃってるパターン、乗っかっちゃってるパターンですね、それからキュッキュッと押し分けて両方ともサイズを変えてスケーラーを使った使
ケーラーとピクチャーインピクチャーを使った、画面、これかっこいいでしょ。そして、全画面ね、これ4つありました。でさらにですね、これどうですか、かっこいいじゃないですか、この画面もね、あの V1HD プラスやればできる子ちゃんなんでね、結構かっこいい画面ができてますけれども、まあ、これ何をやってるかというと、スプリットという機能を使っています。でね、まあ、何が起きているかというとですよ、スプリット切りますと、さっきの、スケーラーっていうので向こうへ押してあるのね、あの左の上の方へスケーラーで押してあります。でもう一個の絵はこんな風になってます。これはどうなってるかっていうと、ピクチャーインピクチャーです。ピクチャーインピクチャーで私をギューッとこうね、あの横をクロップって切って、それで位置をずっと横へずらしてって、でこの端っこに僕が表示されるように作ってます。これね、あのカメラワークで人を端っこに押しやることもできるんだけれども、ピクチャーインピクチャーで押しています。そうするとメモリーをいろいろ切り替えた時にでも、あのやりやすいのさ。でね、あのスプリットすると、まあ、こんな風に、ね、私が、端っこね、端っこ表示されていて、それで、スケーラーで押し込んだ画面がそっち側にいるっていうことになります。これなかなかかっこいいでしょ。でこんなことも、まあ、メモリーに記録しておけばいいと。で当然ね、これピクチャーピクチャーで後ろは、スチル画像、あのスチル登録されてますか、V1HD プラスにスチルを登録して、でそれを背景にしてます。まあ、背景だから何でもね、スチルだったら入れられますからいいでしょ。それで、まあ、もしね、その会場で、グリーンバック使えない場合は当然こんな風に、後ろは実写のまんま、まあ、僕は今ちょっと後ろがあのグリーンバックなんていうかグリーンのまんまになっちゃってますけれども、グリーンバックでもできるっていうことでございますよね。 でこんな風にね、スケーラー使えばスケーラーで、ピクチャーインピクチャーで人をここに置くこともできるし、スケーラーをそのまま、ね、位置変わらず、スケーラーの位置変わってないでしょ、スケーラーをそのまま使ってスプリットで画面をこう構成してあげることもできる。まあ、なかなかこれもかっこいいでしょ。画面がね、多重化されますからね。でね、この画面ですけど、これはスケーラーを使ったまんま、ピクチャーインピクチャーを丸にしてはめてるパターンですね。これもまあ、ちょっと画面になんていうの、変化があって面白いですよね。でピクチャーピクチャーですから、当然まあこうやって大きさ変えたいですね、位置をこう変えることができますから、非常に、柔軟性の高い画面構成ができますから、もちろんこういう構成でもいいし、それから、スケーラーで押し込んだところに、ワイプ、ね、ピクチャーインピクチャーしてもいいし、まあ、ピクチャーインピクチャーですから全画面からピクチャーインピクチャーでもいいでしょという感じで、これでまあ位置をいろんな変えながらね、変化のある、プレゼンテーション、要はねプレゼンテーション眠くなっちゃうのは絵代わりがしない、あのプレゼンテーションの画面がいつも同じ場所にあって、それで、人の顔がなんかずっとダラ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 同じように喋っててってなっちゃう、これやっぱ面白くないので、やっぱりねそこは演出としては、まあ話が盛り上がってきたらアップで人の顔を見せるとかね、それから、資料が面白ければ資料に注目させるっていうことですよね。それから、こうやってね、スケーラーを使って、まあ、すっきりした画面で見せてあげる。でさらには、こういうようなちょっと、もうちょっと強い形なので、やっぱり人がちっちゃくなってる時はプレゼンテーションの画面の方が偉いので強くなるけれども、こうやってスプリットしてあげると、まあ、同じぐらいのバランスでね、見せることができる。逆もできますね。プレゼン資料を小さくして、それで人の方を大きく見せるっていうやり方もできます。だから身振り手振りがね大きい人の場合には、これやっちゃうと手が入ってこないから面白くなくなっちゃうんでね、その辺は、他のパターンもね用意しておくといいかな。ただしこれスケーラー変えるのはちょっとリアルタイムになかなか難しいんで、作っとかなきゃいけないけどもね。で、まあ、その他にも、こんなようなね、ちょっと何手話っぽい形になってますけれども、こんなような形もいいし、でスプリットした形の中で、
こうやってね、これなんかなかなか おしゃれさんじゃないですか、なんかなんか団子さん兄弟みたいになってますけど、串取った感じでね、もう見せられるし、要するに、絵の変化によって人の注意を引きつける、まあそんなことがね、プレゼンでは有効ではないかなというふうに思います。ということで今回の春風涼しさんはこんな感じでございました。